アメリカのトランプ次期大統領は26日新政権での USTR 通商代表部の代表に対中強硬派で知られるジェミソン・グリア氏を指名すると発表しましたグリア氏は第1次トランプ政権で当時 USTR 代表だったライトハイザー氏の右腕として中国や日本との貿易交渉のほかアメリカ、メキシコ、カナダの協定をめぐる協議に関わりました 一方、経済政策の舵取り役となる NEC ・国家経済会議の委員長には、第一次政権で大統領経済諮問委員会の委員長を務め、トランプ氏肝入りの大型減税の実現に尽力したケビン・ハセット氏の起用が決まりました。